ヘタリアドラマ CD ダン、アクト2、アフリカ戦線その1となります。ちなみに私は登場しません。へえ、日本も出ようよ。無茶を言うな。うわあ、ドイツドイツ、ヘタリア、俺今カンガルーに囲まれて、うわっ、かじっちゃダメ。ちょっと待て、お前ってどこにいるんだ。ヘタリア、自分は中央のドイツだ。そして今俺はかつてない大きな悩みを抱えている。ドイツヤッホー、チャオチャオ。ドイツ帰るとこ、よかったら俺の L3 で送るよ。バンバン。L3 とはお家で使えそうなサイズのプチかわいいイタリアの戦車です。俺の隣は楽しいよ。乗ってんの。あ、うわー、壊れたー。この L3 という戦車は生産中リベットに謎の逆進化を遂げます。戦車ですが、場所によってはバットで殴るとへこむレベルの柔らかさでした。塞げばなんとかなるよね。うん、土のうで押さえたから大丈夫。ドイツどうしたの。俺の抱えるかつてない大きな悩み、それはこいつ、イタリアが友達ということだ。イタリアはとにかく適当なやつだ。準備とか何もしてないけど、俺もドイツと一緒に戦うよ。同盟を結んだ理由も非常に適当だし、ドイツのそばはなんかいいことありそうな気がする。なんだその適当な理由は。目を離せばフラフラどこかへ行ってしまう。地中海が呼んでるからアフリカ行ってくるね。待て。え、こんなチャランポランなやつだが。じゃあゴロゴロしてるよ。おい、まあ憎めないのはいいところなのかもしれない。未知の生物イタリアへの理解を深めるため先人の知恵を借りることにした。あなたはドイツ人ですか。はい。あなたには今友達がいますか。はい。お友達2人以上の戦術1287ページへ。うん、何何。あなたに同盟相手、お友達がいる場合、お互いの連携を深めてチームワークで攻めましょう。チームワークか。てバーン。ドイツ見て見て、ピッツァ伸びたよ。チームワーク。友達が能天気な場合は記載されていないな。なんでヘッドロック。いや、怖いよ。さてアフリカではイギリスがイタリアとガチンコ中です。ねえ、どうなんだイタリアの様子は。報告によるとイタリアはゴロゴロしたりノロノロ進んだり缶詰に文句を言うといった行為を繰り返しているようです。鈍足のヘタレ野郎が。呪い、あいつが動かないのなら俺の方から動いてやるまでだ。この大英帝国様にかかれば倒せない敵はそれほどいないからな。独り言大きいよイギリス。あんなヘナチョコ、アフタヌーンティー前にへし折ってやる。パオーン、俺
そうだよ。飛んで火にいる夏の虫とはお前のことだな、イタリア。うわ、そうじゃないの、バレちゃった。おい、ごめんなさい、ごめんなさい。待てよ、どうせすぐに捕まるんだからな。足の遅いお前なんか、俺の脚力の前にひれ伏すしかできねえんだぞ。待てって。なんだあのイタリアの逃げ足の速さは。イタリアは一箇所でうだうだしてたりトロトロ進むので機動力がないと思われていましたが、逃げる時になったら砂漠の上をまさかの1日平均25キロ以上逃げるという機動力をイギリスに見せました。ドイツ、イタリア、イギリス怖かったよ。俺もダメかも。考えなしにアフリカに行くからだ、バカ者。今そちらに向かう。おとなしくその場で待っていろ。了解、待ってるであります。大丈夫か、イタリア。ドイツ、来るの早。え、何この熱気、ドイツから。イタリア。摂氏45度のアフリカの気温にドイツさんは倒れてしまいました。ドイツ。アフリカにちょくちょく行っているお家も温暖な気候のイタリア君とは違い、曇りが多くて寒いお家に住んでいるドイツさんはアフリカ向けの装備の勝手が分からず苦労しました。もうなんであんなに着込んでアフリカに来るんだよ。革製の軍服、革製の手袋、革製のブーツ、革製の帽子、どう考えてもアフリカ向けじゃない装備で駆けつけたドイツさんでしたが、驚異の根性でアフリカ慣れするのでした。後に偉い人も若い人も短パンになりました。